ではトレンド情報トレリンです。今日は観葉植物の話題です。飾るだけで一気に雰囲気がかっこよくなる今人気のインテリアグリーンを紹介します。人気の観葉植物ということで宮崎市にあるメイクガーデンにやってきました。店内入ってみますとたくさんの観葉植物が置いてあって県内有数の品揃えなんです。メイクガーデン店長の安根に教えてもらいます。よろしくお願いします。こんにちは。観葉植物にもトレンドってそもそもあるんですか？はい、あります。それはですね、今人気なのが男前植物。男前、男前、ゴツゴツしたトゲトゲした感じのガツってした感じのやつが今ちょっとかっこいいですね。来てるわけですか？来てますね。それでは人気の男前植物トップ3、まずはトゲトゲのあるものです。例えばアガベ、たくさんいろんな種類があるんですけど、トゲトゲしていてやっぱりこうかっこいい。ここでクイズです。はい、このアガベはある飲み物の原料になっています。それは何でしょう？ある飲み物の原料っていうことですけど、ヒントは、ヒント私ですか？ヒントは真似するね、それを飲んだ時の。いい？はい。なんか強そうなやつ。あ、そうやね、強そう。男前やろ。青汁？なんだ。正解は焼酎。テキーラ。お、近い。男性も好きですけど、女性もいろんな種類があるので女性もたくさん買っていかれます。へー。形や色も様々です。トゲなさそうですけど、ちょっと触るとあるので隠してるんですよ。中に触ってみて、触ってみて、こうふわふわ、ふわふわ、かわいいって思ったら、置いとっとってなるでしょ。本当だ、細かいのがよく見るとある。あるでしょ。触らなければ可愛いですね。値段も様々。黒いトゲは結構こうレアなものなのでいいお値段もするんですけど、お好きな方はもう黒いトゲ探して回るみたいな感じで。いいお値段でどんぐらいするんですか？10何万とかですよね。10万とかですよね。人気の男前植物、次は大きくて力強いもの。あとはこの桑水もも人気ですね。元気よくダンと上に上がって緑色が濃くてかっこいいですよね。出世芋って言われるくらい、ここの芋のところがどんどん大きくなっていきます。へー。そうすると、はい、このじゃーん、こんな感じで大きくなっちゃいますね。育ってますね。人気トップ3、最後は個性的。これはグラキリスですね。ずいぶんすごい形ですね。そうですね、どっしりとした構えと上にガンと上がる、枝がかっこいいですね。これこんなにするんだ。鉢が大きいのと形ので全然変わってくるんですけど、もっとこうグッと曲がってたりとかするともっと高いです。存在感ありますよね。盆栽みたいな感覚なんですかね。さらに葉の形が鹿の角に似ているビカクシダは、板に貼って壁にかけたり苔玉にして吊るしたりすると視線が上に向いてインテリア上級者感がアップ。この苔玉作り簡単です。根元を水苔で覆って糸などを巻けば完成。完成。完成。飾り方にもポイントが。まずは鉢。ちょっと男前というと黒とか無機質な感じのコンクリートでできたものとか、そういうので揃えていくとかっこいいと思います。さらに活用したいのが化粧石。鉢の色がバラバラでも同じ色の石を敷くと統一感が出ます。大事ですね。男前な観葉植物を添えるだけでワンランクアップの空間が広がります。おしゃれ。育てやすいものばかりを紹介させていただいたので、皆さんにもぜひ取り入れていただきたいと思います。ぜひやってね。